の特徴やある能力についてご紹介していきます。さてショーの中ではダイナミックなジャンプを披露してくれるイルカたちですが、一体水中ではどのような動きをしているのでしょうか。それでは実際にご覧いただきましょう。皆さん水しぶきご注意ください。このように短い距離から助走をつけてジャンプ、ジャンプをした後もプールの底や壁にぶつかることはありません。ではなぜイルカたち水中でもこのように自在に泳ぐことができるのでしょうか。それはイルカたちの体が水の抵抗を受けにくい理想的な流線形をしていることや、また3つのヒレを器用に使うことによってこのように水中でも自在に泳ぐことができるんです。中でも一番大きなこの尾びれ、この尾びれを力強く振り動かすドルフィンキックによって重たい体も軽々と持ち上げることができるんです。しかしこの尾びれ力強く振り動かすだけではありません。しなやかに動かせばくるくるとこのように回転することができるんです。この回転を体をひねるだけではなく尾びれを8の字に動かし胸びれで方向転換を行っているんです。今では水中で生活をしているイルカたちですが、もともとは地上を4本足で歩く陸上動物であったと考えられています。生活の場を水中へと移すにつれて体を大きく進化させていきました。それではここからは舞台を水中へと移しご紹介していきましょう。皆さんお待たせいたしました。ダイバーショーのスタートです。さあプールの奥よりダイバーさんとイルカがかっこよく登場してくれます。さあ 今皆さんの前に来てくれたのが南バンドウイルカのムクと言います。そしてこのプールには同じく南バンドウイルカのクロ、そしてバンドウイルカのスカイの3頭が暮らしているんです。さあムク、くるくると回転でご挨拶です。この南バンドウイルカという種類は国内ではここ海洋博公園でしか飼育されていない大変珍しい種類のイルカなんです。さあそれではここでムクから皆さんにご挨拶があるようです。皆さんシャッターチャンスです。カメラの準備よろしいでしょうか。本日は最後までのご観覧よろしくお願いします。さあ今ご挨拶してくれた南バンドウイルカのムク、なんと今年でショーを続けて42年目大ベテランのイルカなんです。さあそんな大ベテランのムクには早速道具を使った種目輪運びに挑戦してもらいましょう。ダイバーさんが投げ込んだ輪っかをムクがどこでキャッチするのかご注目ください。それではまずはじめに2つの輪っかに挑戦してもらいましょう。さあなんと投げ込まれた輪っかを器用に口先でキャッチ、そして最後はお片付けまですることができるんです。しかし大ベテランのムクには2つでは簡単そうでしたので、続いては倍の4つに増やして挑戦してもらいたいと思います。さあこれら4つ全てを拾い切るためには素早く泳ぐだけではなく胸びれを使い方向転換やブレーキなど細かい動きが必要となってきます。さあ2つ3つそして4つ目もしっかりと拾うことができました。そして最後はやっぱりお片付けまですることができるんです。今ご紹介した胸びれ、実は私たち人間の手と同じように5本の指の骨や腕の骨が入っているんです。続いてはそんなイルカたちの体の仕組みについてご紹介していきましょう。まずはイルカたちのお腹側を見ていきましょう。実はほとんどの種類のイルカ、このお腹側を見ることによってオスかメスかを見分けることができるんです。まずはオスから見ていきましょう。オスはこちらおへその下にある生殖口と呼ばれる溝が1本あります。それに対してメスもオスと同じようにおへその下には生殖口と呼ばれる溝が1本ありますが、その両脇には赤ちゃんにミルクを与えるためのおっぱいがしまわれている乳口と呼ばれる溝が2つあります。
つまり溝が3つあればメス、1つあればオスということになります。続いてはイルカたちの耳をご紹介していきましょう。さあこちらダイバーさんが指を指してくれている目の後ろの小さなくぼみ、こちらがイルカたちの耳になります。しかしこの耳途中で塞がっており、ここで音は聞いていないと言われているんです。ではイルカたち、音を聞くことはできないのでしょうか。実験していきましょう。さあここからはダイバーさん、手の合図を一切出しません。その代わりに私の声や機械の音をこの水中マイクを通して水中へと流し、ムクがどのような反応をするのかを見ていきましょう。それではまずはじめにこちら、沖縄の方言でようこそという意味です。ベンソーレ、はい、鶴とムク歓迎のご挨拶、皆さんのことを大歓迎のようですよ。それでは2つ目はこちらです。回転、はい、するとムククルクルと回転を披露することができました。私の声しっかりと届いているようですよ。続いてはショーでもおなじみのこちら、皆さん水しぶきご注意ください。ジャンプ。さあするとムク、ダイナミックなジャンプを披露することができました。続いては私の声ではなく機械の音を水中へと流し、ムクがどのような反応をするのかを見ていきましょう。練習をお願いします。あとムクちょっと失敗してしまいましたので、もう一度挑戦してもらいましょう。練習をお願いします。さあするとまず見事にお腹を上へと向けて背泳ぎを披露することができました。練習 OK です。さあこの実験によってイルカたち、音を聞くことができると分かりました。しかし残念ながら私の言葉の意味を理解しているわけではありません。私の出す声の高さや長さを聞き分け、それにもともと訓練されていた動きを組み合わせることによって、このようなことができたんです。そしてイルカたち、この音を聞き分ける能力を発展させて、ある能力を使うことができるんです。続いてはその能力についてご紹介していきましょう。まずはこちら、スピーカーから流れてくる音を聞きください。何やらカチカチカチという機械的な音が聞こえてきました。これ実はイルカたちが出している音なんです。この音の中には私たち人間では聞き取ることのできないほど高い音、つまり超音波が含まれています。この音はイルカたちの鼻の奥で作り出され、そして頭の中にあるメロンと呼ばれる脂肪状の組織でギュッと集められます。そして集められた音を前方にビームのように発射するんです。そして発射した音が何か餌となる魚や障害物となる岩などに当たると、このようにヤマビコのように跳ね返ってくるんです。この跳ね返ってきた音を耳ではなく下顎でキャッチ、下顎でキャッチした音を自己性と届け、音を聞き分けていると言われているんです。そしてイルカたち、この聞き分けた音でそのものまでの距離や大きさ、形、そして材質までも知ることができるんです。この能力をエコーロケーション能力と呼んでいます。言葉では少し分かりづらかったので、ここで実際にご覧いただきたいと思います。さあ今ダイバーさんが準備してくれている棒と丸いボール、この丸いボールはターゲットと呼ばれています。ムクにはこの棒を避けてターゲットにタッチし、そしてダイバーさんの元へと帰るようにトレーニングがされています。まずはそちらをご覧いただきましょう。さあムク、軽々と棒を避けてターゲットにタッチし、しっかりとダイバーさんの元へと帰ることができました。しかし今ご覧いただいたのをエコーロケーション能力と呼んでいるわけではありません。今ムクは目で物を見ることができましたので、
続いては吸盤状の目隠しをした状態でムクが出す音だけを頼りに今と同じことをやってもらいたいと思います。さあムク、しっかりと目隠しをした状態でもターゲットに立ちダイバーさんの元へ帰ることができました。イルカたちの住む海は常に視界がいいとは限りません。暗い夜の海や嵐の後の濁った海など、そのような時でも常に自分たちの周りの状況を把握するためにこのエコーロケーション能力を使っています。エコーロケーション能力について少しお分かりいただけたでしょうか。それではここからはお客様にイルカたちにサインを出していただくトレーナー体験のお時間です。どなたか1名様、大人の方から子供の方まで大歓迎です。イルカたちにサインを出してみたいなというお客様は大きく手を挙げて教えてください。あれ、こちらいつも大人気のコーナーなのですが、では本日は私が指名させていただきたいと思います。あ、それでは本日一人だけ頑張って勇気を出して手を挙げてくれましたお兄ちゃんにお願いしたいと思います。お兄ちゃん、前の方へとお越しください。じゃあまずお客様の方向かってサインの練習していきます。右手をグーにしてください。で胸の前へと持ってきます。でお兄さんがせーのって言ったらパッと前に出してください。いきますよ、せーの、パッ、はい、バッチリです。じゃあ2つ目いきます。じゃあ気をつけします。じゃあ今と同じ方の手をはいと大きく上げてください。いきますよ、せーの、はい、はい、バッチリです。じゃあこの2つ挑戦してもらいます。じゃあ本日はスカイが頑張ってくれるようですので、じゃあスカイが来たら今日はよろしくねとこんにちはから始めたいと思います。それじゃあいきますよ、今日はよろしくね、こんにちは。はい、それとスカイもこんにちはとご挨拶。どうやら相性はバッチリのようですよ。それではもう一度スカイがやってきますので、次1つ目のサイン、右手をグーで胸の前でお待ちください。じゃあいきますよ、せーの、パッ。はい、するとスカイはくるくると回転を披露することができました。1つ目大成功です。お兄ちゃん、2つ目のサイン覚えてるかな。気をつけてお待ちください。今と同じように、はい、それじゃあいくよ、せーの、はい。さあ、するとスカイは豪快なジャンプすることができました。2つ目も大成功です。じゃあお兄ちゃん、もう一度スカイがやってきてくれますので、今日はありがとねと握手で終わりたいと思います。こっちの手をパッと前に出してあげてくださいね。じゃあいくよ、せーの、ありがとね、握手。こちらスカイ頑張って握手しているつもりです。ありがとうございます。トレーナー体験大成功です。じゃあ本日勇気を出して手を挙げてくれたお兄ちゃんには当公演オリジナルのステッカーをプレゼントです。じゃあありがとうございました。じゃあこちらイルカたちの体の特徴や能力についてご紹介してきたダイバーショーですが、そろそろお別れのお時間です。本日は最後までのご観覧ありがとうございました。以上でダイバーショーは終了となります。この後水中ショープール向かって左手側オフちゃん劇場におきまして、イルカショーを開演いたします。お時間のあるお客様はイルカショーも合わせてお楽しみください。